はい、皆さんこんにちは、大志です。本日はですね、最近ではですね、無料のコミュニティとかっていうのがですね、いっぱいあると思うんですけども、そういったところにね、入るのもいろいろと気をつける必要がある、本日はですね、こちらについてお話をしてみたいと思います。もし本日の内容に興味ある方はですね、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。それではですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今の世の中ですね、簡単にですね、ソーシャルメディアでグループとかっていうのをですね、作っていくことが可能でして、私もですね、いろんなグループに入っていたり、自分でも運営していたり、いろいろやってるんですけども、当然ながらですね、簡単にグループに参加できる反面、しっかりとですね、入っているグループを管理しないと、それだけでね、かなり時間を取られてしまうというのがありますし、例えばですね、ビジネスとか投資関係とかのグループとかっていうとですね、いろんなレベルの方々が匿名で顔出しなしで入ってくるため、すごく稼いでらっしゃる方、そうでない方、いろんなメンタルの方々が入ってこられるため、非常にね、ネガティブな投稿とかをねされるグループとかもね、結構いっぱいあったりとかして、これをねずっと付き合って私も見ていると気が参っちゃうなっていうようなところもね、たまにあったりとかするんですけども、そういう時っていうのはね、そういうねチャットグループから出るような感じにしておりまして、自分のこのモチベーションをですね、参加しているグループによってですね、奪われないようにですね、それもね非常に重要だと思います。情報を自分から取りに行くっていうことは確かに重要ではあるんですけども、どこに取りに行くかっていうのも結構重要ですし、無駄にね自分の時間を取られていく、そういったねグループとかっていうのもね、中にはあったりとかしますので、本当に気をつけていく必要があるなというふうにですね、私自身思っております。はい、ということでですね、今の時代ですね、簡単にね LINE グループとかチャットワークとか、いろんなところにね入っていけるわけです。なのでそこら辺をですね、しっかりと自分で管理して、どのコミュニティに入るのか、どのコミュニティに入らないのかね、それをしっかりやっていくといいと思います。できるだけですね、自分と同じレベルだったりとか、同じ思想とか、同じ目標に向かっている人たちが集まっているコミュニティとかですとですね、非常に居心地がいいと思うんですけども、1万人とかいうようなチャットグループとかでいろんな人たちが入っている時っていうのは、なかなか話がまとまらなかったりとか、そこでね意見の食い違いとかで喧嘩してたりとかっていうのもねあったりとかしまして、そういうのを見ているとですね、こちらの方も疲れてくるというのがありますので、そういう時はね、私はもうスッとね抜けたりとかするようにしてます。今日はですね、自分が入るコミュニティ、それをねしっかりと吟味して、自分の大切な時間を奪われないような、生産的でプロダクティブでポジティブになれるような、グループに入っていきましょう。そういうねお話の方をさせていただきたいなというふうに思います。もし本日の内容が良かったと思ってください。いいねをお願いします。チャンネル登録の方もベッドの方からお願いします。 X のポジティブチャンネルの方からフォローすると幸いです。また、ゆうかせきのお話についてメルマの方も配信しますので、こちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys, and I see you guys tomorrow. Bye.